本を手に持つビットーリア、マリーア・ビットーリア・フランチェスカ・ディ・サボヤは、サボヤ家当主として、初めて国王,王となったビットーリオ・アメデオ2世の、非着室の娘。ワケイエスジのカリニャーヤ公、ビットーリオ・アメディオ2世と、フランス生まれの公式長期、ベルア伯爵夫人、ジャンヌ・バティストの間の非着室子として生まれた。母は、 フィクサーとして名高いシュブルーズ公爵夫人の孫娘で、自身も鳥の宮廷の外交政策などに強い政治的影響力を持ったが、サボイア公の長を失い1700年に母国に帰った。翌1701年、ビットーリアと4歳年下の同母廷、ビットーリオ・フランチェスコ・フィリッポは、父、サボイア公の子として正式に認知され、 ビットーリアは弟が授けられたスーザ公爵位にちなみ、スーザ姫またはスーザ女公爵と呼ばれるようになった。1713年、父は王坊を獲得すると、フランス王類14世が自分の被着室子を王家の処分師と痛恨させたのを模倣し、ビットーリアを文家筋のカリニャーの子を、ビットーリをアメデオと婚約させた。 二人の結婚式は1714年11月7日に、モンカリエーリ城で行われた。不王ははじめカリニアーノ公を皇遇していたが、1717 17年には、彼の度を超えた浪費に起こり、その年金を剥奪したため、夫妻はフランスに移った。カリニアーノ公夫妻は、パリに所有するオテルド・ソワソンで、協力的な生活を送り、さらに債務を増やした。 ルイ15世のシフフルーリースーキ教の友人、政治上の相談相手となった。また、フランス最小ブルボン公爵とも親交を持ち、彼に政治的同盟者と見せかけたが、実際にはスパイとして、ブルボン公から引き出したフランス政府の機密情報を不王に送っていたという。ありがとうございます。